来ましたよ。今日は6回配信です。1回目配信は5時からです。あのね、もともとはね、 1回配信毎回30分配信したかったんですけど、さっき連絡が来て、今日はただチャテンできそうなので、1回目の配信は20分になります。すいません、結構突然なことなので、1回目の配信を20分にして、多分3回目くらいの配信40分にしたから、いい？大丈夫かな皆さん。ごめんね、結構突然なので、メールとか書けなくて。こんにちは。だから1回目の配信は20分になりました。おけまる？朗報だよ。そう、朗報だよ。眠いよ。眠い？今は午後ですよ。午後ですよ。眠いんですか？元気出して。そう、ただチャデン。でも今日のただチャデンはグループ、姉妹グループのメンバーじゃなくて AKB のメンバーです。初の。あ、質問も考えないと。やばい、完全に忘れちゃった。質問も考えないと。そう、わー、どうしよう、どんな質問しようかな、あの子に。ちゃんと考えるわ。考えないとね。ただチャデンだから。楽しみにしてください。でも、なんか思ったの、もしただシャデンはね、 AKB のメンバーに電話したら誰にすると考えたら、一人目はあの子にしてほしいなと思いました。あの子かなと思って。なんでかな、ねえ、ただチャデンだから、ただチャデンだから、最初あの子に電話したい。ただチャデンだからね、です。はい、楽しみにしてくださいね。意外なメンバーじゃないかもしれないんですけど、ちょっと意外かもしれない、わかんない。意外じゃないかな、意外じゃないかな。楽しみにしてください。また後ほど発表します。はい。でもね、でも今日は6回配信しようかなと思って。でもそうだったら1回目配信はね、全部3時間しかできないから、1回目配信はちょっと短く20分配信します。3回目の配、5回目の配、いつだろう、ちょっと待って、何回目の配信だろう。1、2、3、4、4回目の配信は40分配信になります。
でも開始スタートの時間は全部同じだから、うん、楽しんでみてくださいね皆さん。今日は日曜日、休みの人いますかな、いますよね。いるのかな。はーいはい、おーほーほーほー、何してました今日は。休み、私も休み今日私も休み。テレビ見てた？私もちょっと見た。面白い番組を見ました。めっちゃ笑った家事、あーほうほうほう、いいね。もう今日は暑い、今日めちゃくちゃ暑かった。半袖、めっちゃ暑い。暑いのは苦手ですけど、うん。夏が来たなと思って、まだなんか6月だけど6月だけど、なんか6月の月末じゃないからまだ上半期と思った、持ってるんですよ。まだ今年半分は超えてない、まだ超えてないと思ったんですけど、テレビを見てなんか新しいドラマの告知があって、7月何日くらい、うん、7月丸々日スタートって書いて、え、もうすぐ7月か、え、もうすぐ7月、もうすぐ下半期ってびっくりしました。今さら今さら、なんか、え、なんで次は7月なのとか考えたら、あ、今は6月か、おー、だから次は7月が、へーと思って、そうだよね、6月終わったら何週間休んで次のスタートは7月から、怖い本当にまだ上半期だと思ってるから、まだ半分超えてないからと思って、うん、怖いな。カレンダーないの？カレンダーないけど、ない、ま、持ってない、カレンダー持ってない、カレンダーは持ってないけど、カレンダー問題じゃなくて感覚問題。でも今6月何日だっけ、もうすぐ終わるんじゃないですか、6月の、はあ、怖いな、早いな、怖いな本当に。うーん、カレンダーがあっても見ないの、絶対見ないから、ないない、カレンダーがない。そう、携帯を見たらすぐ分かるんじゃないですか。うん、そう、本当に
いつも携帯で見てるの。怖い。怖いな。カレンダー。今まで持ったことないかな。ちっちゃい頃も手帳は持ってた。学生の時手帳は持ってた。いろんなメモ帳、メモ帳めっちゃ持ってった。いろんなことメモしてる。カレンダーは持ってないんですね。カレンダーはおばあちゃんの家でにあったけど、私の家はなかった気がする。あ、たまにママの机なんかあったけど、私、あった、自分もあったわ。ちっちゃい、ちっちゃい、あれもカレンダーって言うんですか。ちっちゃい机に置くあれもカレンダーって言う。なんかポスターみたいじゃないんですけど、あったんかい。あった、あった、学生の時あったわ。テスト、いつテストとか見て、あ、やばい、毎日もっともっとやばい気持ちになっちゃうけど、そう、持ってた。学生の時、多分中学生くらいかな。高校生、高校生もあったかな。あった。卓上カレンダー、持ってったわ。学生の時本当にいろんなメモ帳持ってた。結構ありますね。今はあんまりメモしてることはちゃんと、でもメモしてる、ほぼ携帯。まあ、ものによるんですけど、ほぼ携帯で。なんか携帯だったらすぐにどこにいても見れるんじゃないですか、自分がメモしたこと。なんかカレンダーのことだけじゃなくて、いろんなこと、そう、メモ帳を持たなくてもすぐ見れる、自分がメモしたこと。手帳はね、そうだから、携帯頼りすぎかな、私。携帯でメモしてる、いろんなこと。携帯のメモのもうちゃんと分別してるね、いろんなこと。だからめっちゃ便利やで。そう、でも携帯依存症がどんどんひどくなってるの。仕方ないかな、これは。仕方がないかな。めっちゃ依存してる。よくないことだけど。スマホ慣れるの怖い。そうだね。
思う。怖いけど依存してる。16分になった。1回目なんか今日はただチャーテンできそうだから、1回目の配信は短くしないと、ただチャーテンはね短いから、1回目の配信を20分したいからごめんなさい。そろそろランキングいかないと。で次の配信はね、本当に座ったばかりですけど早い20分配信やっぱ早いな。あーごめんね。1回目は20分ですけど、他のは30分と40分です。すいません。本当に結構突然できるようになったらしいので、そう。もともと30分は、うん、いい感じだなと思ったんですけど、ただ茶電したらね。ごめんなさい。じゃあ、今からランキングいきましょう。はい、じゃあ、いきますよ。13位は、春吉さんです。優しい。12位は、フライボーさんです。ありがとうございます。なんか、ひらがな書いてくれてありがとうございます。昨日、読めなかったんすいませんでした。フライボーさんですね。11位は、よっちーです。10位は、みっちーです。9位は、健康さんです。8位はおきるちさんです、7位はりんさんです。6位はひろかつさんです。ありがとうございます。うん、じゃあ続きます。5位はけいけいさんです。ありがとうございます。香港のけいけいさんです。4位はたかさんです。ただちゃで楽しみにしてるね。ありがとうございます。ただちゃで楽しみにしてください。あの質問ちゃんと考えるわありがとうございます。じゃあ続きます。次は3位ちょいです。そう、選挙のステージに、そうですね、総選挙1年経ったんですよ。早いもう本当にありがとうございます。1年前のことめちゃくちゃちゃんと覚えています。めちゃくちゃ覚えています。あの時見た景色もめちゃくちゃ覚えてます。だから1年早いなと思いながら、でもこの1年は、まあ、いろんなことをやらせていただいてるんですけど、そうですね、早いとても入っても早い。ありがとうございます。じゃあ続きます。次は2位かな。2位は鈴鹿さんです。13回目か。ありがとうございます。日本は今日が、そうですね、父の日らしいですけど、でも台湾では8月8日だから全然父の日と思なんか感じてなかったんですよ。母の日は同じ日ですけど、パパの日は、うん、母の日と父の日がパパの日うん、父の日は8月8日だから、今日は父の日と思ってないんですけど、すいませんでも父の日じゃなくてもパパに感謝してるいつも。はい、じゃあ最後1位。1位はポイン7413です。ポイン7413です。ありがとうございます。はい、じゃあ、あ、うん、20分になりました、ちょうど。はい、じゃあ次の配信はね、18時10分、50分後。はい、長、ごめんなさい。はい、50分後、ぜひまた見てください。皆さんぜひ休憩と星休めしてくださいはい、じゃあまた後でね、バイバーイ。
うしよう、いい、危ない、大丈夫かな、えい、危ない、超危ない、よいしょ、はい、今日の2回目の配信は18時10分からです。ありがとうございます。今日は6回配信です。今2回目、ただいまです。皆さんもお帰りなさい。来ましたよ皆さん。今日は6回配信でもちょっとはね、ただチャデンのメンバーまだちょっと返信待ちなので、まだ発表はしません。ちょっと待ってください。うん、はい、どうしようかな、2回目の配信何話す、あ、うん、台湾って台風の時政府が休みにするの、ひどい台風だから、ひどい台風の時だけですよ。でもひどい台風の時は本当にひどいです。日本より怖いから危ないんです。だから毎回じゃないけど、ひどい時は休みます。本当にやばい時は本当にやばいので、めちゃくちゃ危ないよ。だからいつもじゃないけど、やばい時は休み、うん、台湾質問コーナーする。質問があればどんどんしてください、私が覚えてる限り。私は覚えてるところだけを答えます。うん、そう、私はちょっといろいろなんか日本に住んで3年以上経ったので、ちょっと逆にちょっとわからなくなっちゃう、わからなくなった。今日初めてタピオカを飲みました。おめでとうございます。タピデビューか。どうでしたか。私は初めてタピオカのはいつ頃だろう。なんか物心ついてからもう普通に飲んでましたね。普通に、うん、そう、多分台湾の人みんなね、みんな覚えてないと思う、自分の初タピオカ、うん、多分みんな覚えてない。今台湾で何が流行ってるの、すいません、よくわかりません。本当にもうちょっとわかんないんですよ。これは本当になんかちょっと申し訳ないんですけど、でもインスタを見て結構今の
他のところはちょっと分かんないですけど、台中出身です。私は台中の今本当にあの綺麗なカフェとかめちゃくちゃ美味しいスイーツとかめっちゃある。なんか本当に綺麗だっためっちゃ綺麗なカフェにも行ったし、めっちゃ綺麗な、まあ前も行ったんですけど、あのあインスタにも載せましたけど、めっちゃ綺麗な薬局とか可愛いコンビニとか、あ今日多分、あじゃあ後でもう一投稿しようかな。また可愛いインスタ映えコンビニに行きました。そうと、あめっちゃおしゃれなパン屋さんも行きましたね。めちゃくちゃおしゃれで、おしゃれなパン屋さんにも行きましたし、カフェはもちろんとか、うん、台中は本当にいい場所いい場所。薬局ツイートを見たよ、ありがとうございます。インスタも見てくださいね。めっちゃ綺麗な薬局めっちゃ綺麗な薬局ですごかった。広くはないけど、2年前台北に行ったらちびまるちゃんが流行ってた。ちびまるちゃんが流行ってた2年前。え20年前じゃなくて、ちびまるちゃんはこれ、この子えですか、ちびまる子、この子ですよね。ですよね。え、これは私ちっちゃい頃から流行ってたんですか。なんかみんな普通に知ってる。あ、昨日も言いましたけど、結構日本の定番のアニメとかたまにも普通に放送されてるので、ドラえもんとか、ドラえもんみんな知ってるよ。ドラえもん見たことない人がいないくらいみんな知ってる。ドラえもんとか、コナンとか、まあちびまる子とか、なあ、それと何、あアンパンマンとかみんな知ってる。ジブリさんの作品もみんな見てる、うん、だからただ名前が知らないだけだけど、写真を見せたら多分みんな大体わかると思う。巨人も知ってる知ってる。吹き替えちょっと若干子供向けっていうか、なんか基本的には吹き替えですね。でもちょっと大人向け、例えば巨人は多分吹き替えしたっけ、わかんない、吹き替えわかんないけど、うん、人気作品は基本的には全部吹き替え、うん、そう、アニメは吹き替えだけど日本のドラマはほぼそのままかな。ドラマはそのまま、でも韓国のドラマなんか吹き替えだけど日本のドラマはそのままの気がする。わかんない。基本的には日本のドラマはそのままの気がする。わかんない、遅いかもしれないよ。もうなんか韓国のドラマは吹き替え、なんでだろう、ちょっと待って、わかんない。もうそう、字幕はあるよ、字幕ある。
安心してください。なんだろうね。でも基本的には日本のドラマはそのままの気がする。字幕だけちょっと字幕があるけど、声はそのままの声かな。そう。でもアニメ特になんか大人だけ模型じゃないアニメ、なんか大人とか子供も普通に見てるアニメは基本的な、吹き替えって感じかな。そう。でも吹き替えしない方がもう一つの言葉を勉強できるんじゃない？だからいいことかな。もしそのまま聞いたらいいこと、もう一つの言葉勉強できるから、特に子どもの頃ね。7位になりました。ありがとうございます。やった、ありがとうございます。うわー嬉しいわ。でも6位までは厳しいですね。今は頑張るわ。6位の壁を壊したらね、もっと早く上に行けそう。ありがとうございます。やばい。ありがとうございます。うわ6位厳しそうだけど頑張ろう。そう、6位から難しい。頑張りましょう。うわちょっと見てたんですよ、前のね、順位が前のメンバーにとは何ポイント差とかちょっと数えたさっき。やっぱ6位以上はねまだまだちょっと難しいんですけど、頑張りましょう。差があるけどまだ明日明後日あるから、まだチャンスある。頑張ろう。でも私明日のお仕事はね、微妙な時間。明日のスケジュールまだ来てない。でも多分午後かな。だから家に帰ったら何時だろう。分かんない。とか朝配信するかちょっとまだわかんない。何時くらい家に帰るのか
仕事のスピードはねちょっと分かんないので不安、うん、スケジュール切ったらまたね設定するね。そう、明日お仕事多分早くない、分かんない、分かんないよ、本当に分かんない。でもなんか午後くらいの気がする、分かんない、嘘かもしれない。見に来たよ、ありがとうございます。あさっては20時までに3時間配信できそう。今は多分できると思う。今明日の仕事の時間だよ。ちょっとまだ分かんないんですけど、微妙な時間、午後多分朝午後くらい、わかんないけど火曜日は大丈夫そう。8時までは3時間配信できると思う。うん、あ、そうですね、でも平日だからね。明日は本当に頑張ろう。今日もね、今日はまだまだ、今日は何回目配信だっけ、2回目が、今は2回目配信。うわ、7位になりましたね。皆さんありがとうございます。1日目の時ポイントがなかったので、ちょっともっとちょっといろいろ厳しいですけどね、今は初めてこのイベントの最初の配信の時はね31位になったよ31位からの7位、ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。31位からの7位ですよ、皆さんありがとうございます。本当にありがとうございますね。そのスピードでギリギリ入るかもしれない、入るかもしれない。頑張りましょう。今は3位まで何ポイント差だろう、ちょっと数えようやっぱちょっと気になるね。ふう、今は私と6位のメンバーに何ポイント差、3、あ、全部300万ポイントさ、3位のメンバーまでは300万。うわ、微妙な距離、どうしよう、微妙、でもなんかできそうだけど、前のメンバーも進むんじゃない、前のメンバーも、ね、注意、私の前のメンバーも配信してるから微妙だけどできるかも。6位までた、うん、まずは6位までのこの高い壁ですね、今日破れるかな、この壁うーわ、頑張りましょう。でもね、今日の配信はね、6回配信だからゆっくりできそう、ゆっくりできるんじゃない、星集めとかもできるから。そう、回数は多いね、ぜひよろしくお願いします。厳しいけどなんかできるかもしれないじゃない、しかも今日は6回配信だから、うん、よろしくお願いします。
どうしよう、今日はタタちゃんでもやるけど、なんかまだ他にやりたいことはね、なんか昨日の配信もさっきの配信もなんかね、台湾人都市で日本の変なところ、例えばあのタピオカのストロー問題覚えてる？昨日の話ストローの問題とか、あの前も言ったんですけど、これは日本に生活してる台湾の方が書いた本でに書いたことですよ。で、あの本も持ってるんですよ、その本持ってる。で、第1話と第2話持ってるの。だから後でゆっくりで見て、久々読むんですよ、あの本めっちゃ久々ね、読んで確かに違うなの話しましょう。どうですか？逆に私日本に、まあもともとドラマとか日本のドラマとか番組を見てたし、そういうなんていうかな、あの日本に生活してる台湾人の感想とか本とか読んでるし、今も実際3年もすぐ3年半くらいずっと住んでるから、逆に忘れちゃったんですよ最初のびっくり。最近思い出したびっくりは思い出したびっくりでいいか、うん、もう慣れたから。逆に最近びっくりしたこととかたまに聞かれるんですよ、今も聞かれるんですけど、もう慣れたので、もう最近びっくりしたことなくて、でも最近思い出したあの3年前の驚きは、日本のコンビニのサンドイッチは本当に美味しい本当に美味しい。ちょっと前台湾で食べたんですけど、コンビニのサンドイッチ、あ、やっぱり、あ、そうだね、日本のコンビニのサンドイッチは本当に美味しいなと思い出した。台湾ももちろん美味しいサンドイッチあるけど、コンビニのサンドイッチはいまいちいまいちコンビニのお弁当は美味しい、サンドイッチは、うん、サンドイッチと感じ逆に日本のコンビニのサンドイッチは本当にめちゃくちゃ美味しい、うん、そう、サンドイッチはそうですね、この間台湾で食べて、あ、そうだね、日本の方が、あ、確かに3年前びっくりしたわと思い出した。確かに3年前日本でコンビニのね、サンドイッチ食べた、あ、本当に美味しいと、おにぎりもコンビニ、もちろん台湾も美味しいおにぎりあるけど、コンビニのおにぎりはね、日本のおにぎりは違うんですね個人で、私の好みはね、うん、そう、でもたまにもコンビニでは美味しい食べ物たくさんあるんですよ。でもサンドイッチとおにぎりは負けてるかな、みんな好みそれぞれなんですけど、私はね、私の好みはそうですね、うん、でも台湾の方が安いかな、コスパはね、うん。で、ちょっと待ってね、30分配信ってことは6時40分までですか、配信は。じゃあ今からランキング行かないと。じゃあ後でゆっくりで台湾の話しましょう
はい、じゃあ今からランキングいきたいと思います。で、7位本当にありがとうございます。ありがたい、本当に。あとでね、今日で6位になれるかな。うん、頑張りましょう。はい、じゃあ今からランキングいきます。13位はエオビズさんです。12位はアカネさんです。11位はツッチです。10位はケイさんです。9位はスマイルさんです。8位はウォーリーさんです。7位はグッちゃんです。6位はカリュウさんです。合ってる合ってるかな。はい、ありがとうございます。じゃあ続きます。5位はトモさんです。ありがとうございます。ま、なんでマチャリのマは漢字だけどチャリンはひらがななの初めて見た。マチャリの名前最初のマは漢字、どうしたのありがとうございます。はい、じゃあ続きます。4位はマックさんです。大好き、ありがとうございますじゃあ続きます。3位はリンクウエストさんです。ありがとうございます。またね、最近よく見てくださってありがとうございます。また後でね。はい、じゃあ続きます。2位は鈴川さんです。7位来た、そうです、来た、本当にありがとうございます。神セーブ。でもまだまだですね、神3に入りたい頑張りましょうね。カエルぴょこぴょこ、あー、これ知ってるけど言えないあれ、早口言葉言えないありがとうございます。はい、じゃあ最後1位はタコボツさんです。ありがとうございます。ひらがな書いてくれてありがとうございます。優しい優しい優しすぎ、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとお時間なのでそろそろ終わりたいと思います。はい、次の配信はちょっと確認するね。次の配信は19時20分からの30分配信で、また次はタダチャーテンです。ぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、ではまた後の配信で会いましょうね。1時間もないが。40分後また見てください。では後でね。バイバーイ。本日3回目配信です。7時20分から配信です。ありがとうございます。皆さんちょっと待ってくださいね。ありがとうございます。久しぶり。はい、今日は6回配信です、今は3回目の7時20分から配信です、30分配信でございます。はい、で次の配信はね8時半からの配信なんですけど、タダチャデンをやります。久々のタダチャデンだし、前は全部姉妹グループのメンバーと一緒に電話したんですけど今回は初めてAKB のメンバーと電話します。はい、しかも同じチームのたたきょうかちゃんです本当にたたちゃでんになります。ぜひ楽しみにしてくださいね。なんかいつもねたたちゃでんでいたらね、いつもねコメントでたたちゃんたたちゃんって言われてるから、でも私もきょうかちゃんのことが本当に大好きで、一緒に電話したいなと思うから
と思うから、そう、だから楽しみ。本当にただチャーデンになります。ぜひ見てくださいね。タイトル回収見てください。よろしくお願いします。そう、ただチャーデンは4回目の配信が、今は3回目でございます。4回目8時半からです。質問はですね、今は残り 1,3,4,5 問ですけど、どうしよう、質問は悩んでる、悩んでる。質問はどうすればいい？今1,2,3,4、そうですね、まだまだ半分ぐらいの、そう、ぜひあのツイッターのコメントを待ってます。よろしくお願いします。あの質問じゃなくても、私たちに伝えたいことがあれば全然いっぱい書いてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。でもよく一緒にいるから、逆に何を聞こうかちょっと分からなくて、逆にね、本当にチーム4同じチームやし、よく一緒にいるんですよ私たちは。そうだからチームの中で本当によくめっちゃ一緒にいるから、逆にちょっと結構難しいんですけど、だからコメントしてくださいね皆さん、待ってます。じゃあこれからね、いっぱいね、もともとはただチャーデン始まったきっかけは、なんか皆さんに知ってもらいたいな、なんか姉妹グループのメンバーとはあんまり一緒にステージに立つことはね、あんまりじゃ、なんていうかな、少ないじゃないですか。知ってもらいたいなと思うから始まったんですけど、そう AKB のメンバーもね、したいから、そうこれからいっぱいやりたいと思います。楽しみにしてくださいね。と今は7位になりました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。まだ6位まで結構難しい壁があるんですけど、6位を超えたらいろいろもっと順調にいけそう。頑張りましょう。本当に渋谷にマチャリンを渋谷へよろしくお願いします。渋谷は私は行く、普段はよく行くんではないですけど、まあ毎月行ってる場所ですね。よくはと、よくではないんですけど、普通に行ってる場所、お仕事の方が多いんですけど、渋谷でお仕事、なんですけど、だから渋谷でね、自分の顔見たいと、あずきが渋谷に行ったら、あ、マジリンだって言ったらね、嬉しい。自分の顔なんていうか、今までまだたまたま自分の顔を見たことなくて、たまたまはない。例えばビンゴだったら、普通にビンゴをちゃんとこの時間から放送とかはあるけど、たまたまはないですね。とか CD ショップに行って、ジャバジャの
ジャバージャを探したらあったって感じ。たまたまではないんですね、これは。たまたまではないですね。探したらって感じ。そう、たまたまメンバーの写真を見るのは結構普通によくあることなんですけど、たまたま自分のはないんです。とか雑誌の発売の時、発売中の時本屋さんに行って探して、あ、私だよとか思うだけで、たまたまではないですね、これは。そう、探しに行く、まあね、探しに。あ、でも逆にメンバーの配信を見て私の名前たまたま出るのはたまにありますよ。メンバーの配信を見て見ながら、え、私の話知ってるって。そう、これはたまたま。他のメンバーの配信からはね。でも街を歩いてたまたま自分の顔を見たことなくて、今回は大きなチャンスだなと思うし、もっともっと知ってもらいたいなと思うから、頑張りましょう。え、でも本当にたまにあるんですよ、メンバーの配信を見て。この間は大西さんの配信を見て、え、今は誰が毎日配信してるのってなんか見たんですよ。あ、私の名前出てくるかなって、まちゃんの名前呼んでくれて、あ、いますよ。いますよ。とか、もうちょっと前は、あ、ポンさん、ミュンポンさんが なんだっけ、ちょっと忘れた、なんか配信の途中でなんだっけ、何の話が忘れたんですけど、おたまげって言った。おったまげーで言ったんですけど、まあ私のギャグではないですけど、私もコメントしておったまげー。もう結構数ヶ月前の話なんですけど、でも本当にたまに本当にそう、メンバーの配信を見て私の話を、ありますね、ありますね。え、あの時はおたまげ、涙がちっちゃく入れる、あ、両方、え、忘れた、なんかキーワード。なんかおたまげかな、言ったらしい、ちょっと忘れた、結構前の話だから。そう、だからえーって感じ。私の名前ではないんですけど、第二の名前のような。そう、言いましたね、言いました。そう、でもたまたま、まあメンバーの配信を見て自分の名前とか出たことがあるんですけど、たまたま街で自分の顔を見たことがなくて、ジャーバージャーの時は1回だけ聞いた、スーパーで。スーパーでたまたまジャワジャのを流れてて、おーって感じ。それだけ、不思議というか、でもあのパートはね、オールの方だった、オールだから自分の声はね、わからない、27人だっけの声だから、ちょっとわからなかった。ちょっとだから、でもまあテンション上がるんですね、
ああ、この中で、この中で私の声があるよって、一回だけ、スーパー、しかもスーパーで一回だけ、今までは。そう、だからね、上がるよね、その中にマチャリの声まあちょっとね、私がいる。そうですね、自分も参加できて。でもジャバージャー、ティーチャーティーチャーとか、ティーチャーティーチャーの方はもっと普通に街で流れて行ったんですね。渋谷とか、渋谷すごいですね渋谷すごいですね。ティーチャーティーチャーの時も、最近のジワルデイズも、うん、ねえ、でもたまたま自分の顔見たいな、たまたまで。だから頑張りましょう。うん、そう、ジャバジャの期間はもう長くなかったので、うん、と普段あんまり AKB のことを見てない方にも知ってもらいたいな。うん、今はね、自分がいろいろやりたいことがたくさんあるんですけど、今は自分からできることは SNS だと思うんですけど、 Twitter とかインスタとかショールームとか毎日発信してるんですけど、でも見てる人は見てるんですけど、見ない人は見ないじゃないですか。AKB のことは AKB に興味ない方にもとか、 AKB のことが好きだけど私のこと、マチェのこと知らない方も結構いるんじゃないですか、うん、だからチャンスを全部掴みたいなと思います。渋谷か、渋谷か。発信することは大事だけど、それだけは足りないなと思います。私も、うん、でも、AB と本当に皆さんがたくさん遊んでくださったおかげで、そうですね、もうすぐ、もうちょっと待ったらオーバーチューにさせていただきます。ぜひこれも待ってください。オフショット待ってます、撮ってもらいましたよ、マネージャーさんに。
撮ってもらいました。楽しみにしてください。でも結構久々ですよ、雑誌の撮影は。そう、撮影普段の生写真とかグッズの撮影はあるんですけど、雑誌の撮影は結構久々ですね、うん、とか普段のプライベートの自分のね、自分の写真とかはあるけど、雑誌は結構久々で楽しかった。撮影時間は長くなかったけど楽しかった。楽しみにしてね。チャボチになってから初めて、おお、そうですね、2月3月くらいの時染めました。その後はなかったので初めてですよ。ぜひ見てくれたら嬉しいんです。でもショートになってから2回目かな。え、あ、そうでもない、そうでもない、嘘ついた、ごめん、嘘ついた、ごめん、ごめん、嘘ついた、え、嘘ついた、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 ごめん。でもそう、スタジオの撮影、スタジオでの雑誌撮影は2回目かな。そう、あ、ごめん、嘘ついたわ。スタジオは2回目、嘘でした。間違えちゃった。マチャリの個別握手会参加してください、ぜひ来てください、待ってます。次の握手会は8月ですけど、そう、今6月だから2ヶ月後、うーわ、2ヶ月後なんか遠いな、まだまだですけど。でも3日間連続握手会で、1日目と3日目は浴衣祭りでございます。うわ、楽しみ、めっちゃ楽しみ。え、でも去年の浴衣祭りのことめちゃくちゃ覚えてる、めちゃくちゃ覚えてる。もうすぐ1年が、え、ちょっと待って、2019年早いよ。2019年は今まで一番早い年じゃない？なんでこんなに早いの？めちゃくちゃ覚えてる、連続浴衣祭りの後は初めてのフォー公演だった、私の、うん、と浴衣祭りの時のめっちゃ覚えてる、ヨーヨーボールなんだっけ、あの三つヨーヨー釣りもしてしましたね。でヨーヨー釣りの時スタッフさんに伝えてもらって、あ、このナレーションはねマシャリンがやりますよって、ってびっくりして、私大丈夫ですか、日本語めちゃくちゃ下手ピーなんですけどって言ったら、大丈夫だよって、めっちゃありがたい、本当にありがたい、大丈夫だよって言ってくれて、なんか成長してるから頑張ってとか、めっちゃ嬉しかった、本当にめっちゃ覚えてる、めっちゃ覚えてる、びっくりしたんですよ、めちゃくちゃ嬉しかったんです、ありがたい、めちゃくちゃありがたい、緊張はしてましたけど、緊張は結構した、うん、声を取るときはちょっと緊張したけど楽しかった。
ありがたい、本当に。もうもうすぐ1年か。めちゃくちゃ覚えてるんですよ。もう1年前話と、あの時私まだ髪の毛が長かったんですね。最後の長い髪ロング、最後のロングですよ。で翌日一日自習、あの練習、公演の練習して、でも朝髪の毛を切ったんですよ。朝髪の毛を切って、で一日ずっと練習して、夜配信の時は結んで、バレないように結んで、でバレてなかったんですよ。で翌日私のチーム4初公演で、なんか最初はチーム4公演の最初、1曲目は僕らの風という曲なんですけど、最初はみんな後ろに向いて、でチャン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 の時、1列目2列目3列目の順番で振り向いてお客様に向くって感じですけど、そうで私2列目にいたんです、いるんですけど、チャン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 って振り向いてお客さんに向いたら、あずきの方が目の前に行って、めっちゃびっくりの顔してたびっくりしてる、オタマゲーの顔してたんですね。突然ショートになったからねまあそうですね、ごめんね、びっくりしたね。まあ切ったのは前日ですけど、でもやっぱりなんか先週はちょっとまたちょっとバレたくない、公演の時見せたいから、タイミングがね。で、最初は後ろに向いたんから、多分ね、あつきが私を探してくれたんかな。でもショートになってから、どこだろう、マチルはどこだろうになっちゃったかな32センチくらい切りましたもん。32センチだよ、結構切りました。だからね、びっくりしたのだろう。そう、めっちゃ切ったもんもね。だから最初は多分分からなかったそう、ショットになりましたよ。そう、うわ、でもちょっと前なんだっけ、昨日ですよ。昨日はどこかで私の長い髪の毛の写真を見ました。どこだろう、昨日おととい、この間、本当に昨日くらいかな、どこかで私の長い髪の毛の写真を見たんですよ。あー、インスタ、インスタかな、あ、確かインスタで、私のかまだ長い黒髪時代の写真を見ましたと、あ、インスタだ、思い出した、インスタで見たんですよ。で、その写真のなんか、インスタの写真は1個1個じゃないですか。その写真の上の1個はショートで茶髪だから、長い髪の毛、長い黒髪の写真とショートの茶髪の写真を見て、あ、違うなと思いました
時代って、でも1年もまだ経ってないんですよ、長い黒髪と今は。1年はまだ経ってない。すごくない？すごくない？変わったね私。1年で早いなって都度言ってるけど、自分今ちゃんと考えたら、うん、まあ私ね、私は個人的にはショートの茶髪が好きだから今の方が好き。まだ1年経ってないんですけど、気持ちは1年で早いなと思うんですけど、実際は1年結構変わりましたね。時間です、48分。時間だよ、ちょっとやばい。はい、そろそろランキングいきましょう。ごめんなさい、茶髪の話したら。で、次の配信はね、ただ茶店なんですよ。でもまだまだ質問考え中なんですよ。だから皆さんぜひツイッターの方いっぱいコメントしてくれたら俺ピオです、よろしくお願いします。はい、じゃあ今から早口でランキングいきましょう。うわ、茶髪の話したらちょっとまさかの時間はね。はい、じゃあ今からランキングいきます。13位から、13位はゆうきさんです。12位はマシンさんです。11位はパッキヨマルです。10位はこっちみるさんです、ありがとうございます。9位はエリリンさんです。8位はケンゴロさんです。7位はスチャンゴンさんです。6位はわかばさんです。合ってる？ありがとうございます、皆さんありがとうございます。はい、続きます。5位の方は日本語読みじゃないですね、中国語読みかな、中国語読みですね。チェンリンです、ありがとうございます。4位は鈴鹿さんです。15回目ただチャーデン楽しい、ただチャーデン、そうですね、本当にただチャーデンです、ありがとうございます。はい、ぜひぜひ後で40分後ぜひ見てください、よろしくお願いします。じゃあ続きます、3位はゴンちゃんです。たくさんの人に知ってもらいたいな。ありがとうございます、優しい、頑張りますね、ね、ちょちょで入りたいな、頑張る頑張るわ。じゃあ続きます、次は2位は激推しさんです、ありがとうございます。台湾の友達、そうなんですか、1月の妄想は一緒に行ったんですが、ありがとうございます。おお、もう友達になりました、ありがとうございます。またね、もしね、また今度台湾でイベントがあればぜひ一緒に来てください、よろしくお願いします。はい、じゃあ最後1位、ごめんなさいちょっと時間なので、1位はラクヤンさんです。金髪で髪伸びて5センチくらい。めっちゃプリやん。めっちゃプリ。いえ、もう一度染めてください。めっちゃプリ。かわいい。絶対プリ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと時間なのでちょっとごめんなさい、次の配信は40分後の8時半です、ぜひ見てください。ではまた後でね、後でね、バイバイ。ただいまです。あ、テロップしよう、テロップ、あ、テロップ忘れちゃった、わー、ただちゃーでん、ちょっと待ってね、あー、やばい、
横はめっちゃ難しいんですけど、ただちゃでゲスト、あーやばい、あーちょっと待って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 、ただ今日かかかじゃん、あーちょっと待って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 、うわ待って、ただいま待ち合電話中、オッケー、じゃあちょっと早速ですけど京香ちゃんに電話したいと思います。はい、もしもーし、今スピーカーしてもいいですか？はい、ごめんね突然。全然ありがとう。はい、今ちょっと、はい、なあのショールーム配信中なんだけど、うんうん、通知来たよ。ん、あ、通知、へーへー、ありがとう、フォローしてるよ。ほんと嬉しい、ありがとうありがとうありがとう。で今このコーナーはね、ただ今待ち合ってま中というコーナーだけど、はい、あの最初はメンバーに質問するよ、はい、おー、楽しみ、なんだろう。じゃあとりあえず質問して、はい、パッパッパッパンパンパンって、なんていうかな、あのいっぱい答えて、あのその後で、はい、後でゆっくりで、あの質問を見ましょう。はい、じゃあとりあえず自己紹介お願いします。自己紹介、はい、村山チーム4福井県出身、もうあと2ヶ月ちょっとで20歳の畑京香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの実はこの第1問はね、第1問、はい、京香ちゃんはもう第2問の問題を全部答えた。第2問は年齢と出身地だけど、すごいやばい私。あ、大丈夫大丈夫、あのもうすぐ20歳だね。そうなんです、もうすぐ20歳だから、マチャリン、うん、でもマチャリンの年にはまだ あれです。でもあのもうすぐ3歳差ってこと？あれマチャリン、あれ今20歳、いや、17だよ。17ですか。あ、じゃあ、あれですね、で私が二十歳になったら、そうですね、3歳差になります。皆さん今はまだ19歳だね、だからまだ2歳差、そう、ほほほほほ、さらに年上になってしまう、さらに年上になってください。はい、じゃあ3問目、福井のいいところは、福井出身だね、福井のいいところですか、うん、福井のいいところは人が優しい、おお、人が優しいのと、あとあれです、食べ物が美味しいです。おお、食べ物ね、山も海もあるんですよ。あ、そうなの？そうなんですよ、海に面してる県なんで、そう、魚も食べれるし、すごい、野菜とかもあるし、そう、お米もあれですよ、有名です。ほうほうほう、行ったことあります？マチャリン福井、福井はない。ないんだ。そう、おすすめですよ。ぜひ、ぜひぜひって感じ。どのくらいなの、あの時間は？時間は、うん、東京から。東京からだと電車、新幹線で行くと3時間とかそのぐらいなんですけど。3時間か。そう、私あのバス、夜行バスで行くのが好き。ああ、じゃあ夜行バスは7、8時間とかそのぐらいです。でも寝てれば、はい、じゃあ後でゆっくり話しよう。はい、はい、じゃあ次、チャームポイントは？チャームポイント？うん、なんだろう、チャーム、やっぱ丸顔かな。丸顔が、
なんかどう思います？でもいいと思うよ。いいと思います。いいと思うよ。可愛いから。あ、やった、嬉しい。うん、丸顔。はい、丸顔。はい、じゃあこれから挑戦したいこと。これから挑戦したいこと？うん、それはアイドルとして？どっちも、うん、とりあえず挑戦したいこと。とりあえず挑戦したいことは、うん、あ、でもなんか資格を取りたいです。あ、何の資格？そう、それが今ね考え中なんです。何がいいかなと思って。そう、でもなんか野菜ソムリエとか良さそうじゃないですか。野菜？野菜、なんか野菜に詳しいみたいな。この資格あるの？食べ物系だったら活かせるじゃないですか。自分で料理するときとかも、なんかこれとこれを一緒に食べるといいみたいなのがあるかな。そういうのもいいかなと思いつつ、それでもなんかすごい資格取りたいかなって。野菜か、野菜系、すごい、考えたことない。あ、でも運転できるよね。あ、私そう、車の運転ができるんです。資格ではないけど、なんでいいかな、免許。そうそうそう、すごいよ、すごいね、本当に。嬉しい、ありがとうございます。すごい、私はできないから。本当にすごいと思う。はい、じゃあ続きます。続きまして、嫌いな頭がある？嫌いな頭？あだ名？うん、ないかな。ニックネームなんか呼ばれて嫌いなニックネーム？おー、いや、ないですね。おー、素敵。結構私は嬉しいです、いい子だ。はい、めっちゃいい。全然なんかすごい、なんか親しみを持ってなんか呼んでくださってるから結構そう嬉しいですよ。ちっちゃい頃とかある、なかった？ちっちゃい時か。うん、ちっちゃい時待って、なんて呼ばれてたかな、私友達に。でもちっちゃい時から、うん、ちっちゃい時なんかあったから、でもなんかそんななんか嫌だった思い出が結構ないんですよね。素敵。私めっちゃあったんけど。嘘、なんて呼ばれてました？一番小学校1年生2年生の時はバレーショーと呼ばれたんよ。バレーショーだ、食べ物のバレーショーだって。マチャリの漢字はね、うんうん、マチャリのマと、うんうん、バレーショー、あ、バレーショーのパ、同じ字じゃないですか。で、うんうん、マチャリのリンとバレーショーのレイに若干似てる。あー、なるほどね。そう、名前そうです、バレーショー。そうなんだ。小学校1年生とかの時に、そう、友達にそう呼ばれてたんだ。なるほど、名前の見た目が似てるから。そう、だから嫌だったの。泣いてたかな。確かに子供だから、バレーショー嫌だーとか、じゃがいもになりたくないとか。そうですね、うん、とか、じゃがいもを食べる時、友達にね、食べるときにね、そうとか、めっちゃ悲しかった。そうですね、子供の嫌な思い出。悲しい。悲しい。はい、じゃあ続きましょう。はい、続きまして、最近ハマってること。最近ハマってること、うん、最近ハマってることは、あ、料理にハマってます。ほう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 。そう、最近料理なんか、最近そのスーパーに行って、はあ、安くなってる、そう、半額のシールとか貼られてるのあるじゃないですか。そういうのを買ってきて、自分で作って、うん、自分にハマってます。そう、お母さんに聞いて作り方とか、あ、そう、それで結構作るのにハマってます。料理か、いいこと。そう、私も普段マチャリ料理します。する。普段は逆に外食しないの。あ、そうなんだ。そう、誰かと一緒にいるとするけど、メンバーと一緒に行こうっていたらするけど、普段一人の時は絶対一人でレストラン行かない。何作るんですか？何作るの？普通
めっちゃ本当に普通スーパーで売ってる、うん、本当に普通、特にはあ、そうなの、なんかすごい料理とかじゃなくて、うんうん、ただに、なんかすぐ作れる料理、あ、すぐ作れるやつを、そう、本当にすごい、食べに行きたい、こう、来て来てよ、あ、ぜひ来て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 、本当に来て、台湾料理とかも、うん、作っていないです、作らないんだ。なんていうかな、めんどくさい、なんか、そうなんだ、大変なんだ作るのが、なんか考えなければいけないからめんどくさいなと思うから、あんまりないけど、もしキョカちゃんが私の家に来たら作るよ。え、本当に、あ、じゃあ私が、え、じゃあ私が行くときに頑張って作ってもらおうかな。え、一緒に作ろうよ。え、うれしい、あ、じゃあ、え、作ろう作ろう、ぜひぜひ。マジに資格持ってるんですか？ああ、一応持ってる。え、調理師免許持ってるの？調理師、まあちょっと、うん、まあね、一応、まあね、一応資格は持ってる。え、いつ取ったんですか、それ？台湾にいる時？そう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 、台湾の資格だから、日本ではないけど、でも一応高校、日本の免許ではないけど、そうそうそう、日本の免許ではないけど。台湾ので、高校生の時取った。すごい、いやいやいや、そういう学校だったの？そう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 、調理系の学校通ってて、そう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 、すごいですね。いや、すごくはないよ、本当に普通なんか本当に普通普通だった。はい、これはそうですね、でも本当にすごくはない。でも一応できる、料理はできる。すごい。いや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 。じゃあ続きましょう。続きまして、最近悲しいこと。え、最近悲しいこと？うん。最近悲しかったことは、うん。なんだろう。なんだろう。最近悲しかったこと。あ、でもそう、最近料理にハマってるって言ったじゃないですか。はい。そう、だから最近よくスーパーに行くんですけど、ほうほうほう、野菜が値上がりしてると、あー、わかるー、嬉しい、わかるいただけた、うん、めっちゃわかる。野菜が値上がりしてるとすごい悲しい気持ちになります。わかる。そう、あれ作りたかったなとか、はあはあはあ、思うんですよね。そう、最近夏だからわかんないけど、なんでですかね、また値上がりしましたよね、野菜。若干、そう、若干高くなったね。そう、ちょっと気持ちめっちゃわかる。野菜な、最近は、うん、最近ハマってる野菜はキャベツだけど、すごい、まちゃりんキャベツにハマってるだ。最近、でも私もキャベツ好きなんですよ。最近は。結構突然、1週間前くらい突然ハマってて、あ、ハマってよく食べてるキャベツ。今今日は半分のキャベツを食べた。え、今日半分のキャベツ、うん、すごい食べた。素晴らしい。でも、うんうん、なんかメンバーになんか共感していただけると思わなかったんで、めちゃめちゃ嬉しいです。確かに普段料理してるメンバーなんか、そうなんですよ、あんまり実家暮らしのメンバーとかも多いじゃないですか。そう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 、わかる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 。すごい、めっちゃ分かってもらえる。わかる、めっちゃわかる。そう、一人暮らしね。でもまあね、見た目は高校生だけど、京香ちゃんもね、もうすぐ二十歳に。そうなんですよ、そうですね、一人暮らし。最初免許持ってるって知った時びっくりした。あ、え、車のですか？そう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 、車運転できるの？え、何歳？この子何歳？と思って。意外と見た目があれだから、本当に見た目は、そう、高校生か、顔が本当に子供若いから、びっくりした。え、運転できるの？え、なんで？え、大丈夫と思ったの？ごめんね、本当に。え、全然、え、いや、若く見られるのが、そう、そうそうそう、嬉しいですよ。本当に高校生に見えるけど。ね、一緒ですね。一緒。じゃあ後でゆっくり料理の話しよう。はい、ぜひぜひ。
じゃあ次の質問はあつきからの質問、ツイッターのコメントなんだけど、はい、でも私は覚えてないの。あの初めに話しかけたのはどちらでしたかって。いつだったろう。最初はなんだっけ、覚えてない。覚えてる？初めて喋った時ですか。そう、何の話した？いつですかね。いつですか。あれか、なんか鉄菜のレッスン始まった時でしたっけ？多分。それかなんか。劇場でなんかたまたま一緒に見学みたいなのしませんでした？一緒に見学？あ、なんか気のせいかな、なんかその時になんか本当に初めて喋ったような気がするけど、あんま覚えてないです。私も初めて喋った時。そう、でも去年のコンサート、4月のコンサートは、あ、春コン、うん、春コンの時は、はい、あの時まだあんまり喋ってなかったんよね。その時まだだと思います。多分その鉄菜のレッスン始まってから、うん、ね、同じチームだから普通にいるって感じだからちょっと覚えてない、うん、逆に覚えてない。なんか自然と、うん、はい、自然と、私も覚えてないわごめんね。はい、じゃあ最後第10問、最後の質問はね、めっちゃ前のメンバーね、みんなめちゃくちゃ褒めてくれたんけど、ちょっと面白くないから、はい、面白いコメントをください。マチャリのことどう思いますか？マチャリのことどう思いますか？うん、マチャリのことどう、なんか本当に、マチャリのことどう思いますか？でも、うん、努力家。ありがとう。すごい、でもね、だって日本語を すごいだって喋れてる時点ですごいと思う。いやこれは本当にまだまだだよ。ありがとう、ありがとう、恥ずかしい。急にさ、他の国のグループ一人で行ってくださいって言われたら嫌ですって言う本当にそう、マチャリンって。いや全然、ありがとう。面白いコメントじゃなかったんけど嬉しい素直に嬉しい、ありがとうはい、じゃあさっきの質問ね、一つ一つ見よう。はい、福井のいいところ、人が優しい、食べ物がいっぱい。海も山もあるの？そうです、福井はね、福井県は海も山もあるんですよ。なんか海があるとは知ってるけど山は知らなかった。山はね、でも山はそうですね、そう、でも山いい感じですじゃあキョガちゃんの実家はどっちの方？私は山の方です。山の方が。そうなんです。小さい頃から結構登った？山でも行きました、山。ほう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 。もう虫は大丈夫？あ、虫私全然行けます。おお、すごい。山か。まあまあ、そう、大抵のカエルとか大丈夫です、うんうんうん。じゃあ家にたまに出てくる茶色の虫は？あれはでも出ないです。ほうほう、いい。出たら終了です。引っ越します。あー、同じ同じじゃあ虫は全…うんうん、分かる。別になんかガムテープとかでピッてったり、ティッシュでピッて包んだりとかするんですけど、あんま大きいの出るとちょっと厳しいですね。羽生えてるじゃないですか。あー、ちょっと待って、羽を言わないで怖い、羽は一番聞きたくないわ。あ、でも気持ちわかるね、めっちゃわかる。ですよね、はい、山の方が。でも私はまあ結構都会のところに住んでたんです、台湾の時は。そうなんですね。でも結構山もね、夏休みとか春休みの時結構いとこと一緒に山に行ってたので、山に結構行ってたの。
しいですよね、はい、山って。山、そうだね。すごいね。私も山登るのスピードはね、普通の人より速いと思う。それはすごい。だってあの登山とかもしました？ん？登山。誰？登山っていうか普通になんかもう山登ってただ降りるみたいなしました。ああ、ただ登っ、ああそう登山、うんうん、登って降りるって感じ、なんか、うん、普通だけど、普通に、そう普通だけど、あのいとこってなんかお兄ちゃんたちです。お姉ちゃんだから結構スピード速いし、なんか普通の道路じゃなくて本当にめっちゃなんていうかな、難しいところ、難しい方法で登ってたから、ちっちゃい頃ずっとお兄ちゃんの後ろにいたので、そう結構多分普通の人より山を登れると思う自分は。はい、じゃあ次、チャームポイントは丸顔。これはいいと思う。だってあのあだ名、あ、嬉しい、はい、あだ名はカービィじゃない。これはめっちゃ本当にチャームポイントと思うよ。しかも、あ、めっちゃ柔らかい。めっちゃくちゃほぶ、めっちゃ柔らかいの。柔らかい、羨ましい。私めっちゃ柔らかくない。そうですね、肉ってい いや柔らかい、かわいい、かわいいよ、優しい、本当にチェリー優しい。いやいやいや、でも私は丸顔だけど柔らかくない、意外と柔らかくない、丸いけど、だからかわいくない。でもキョウカちゃん本当に柔らかい、めっちゃかわいい。もう本当にカービィに似てる。めっちゃそうですね、あの丸顔仲間ですね。丸顔仲間、はい。台湾にもカービィのゲームって売ってますか？あ、ある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 。あ、遊んでたかな、私多分、ちょっと覚えてないけど、多分いとこのお兄ちゃんたちと一緒に遊んでた気がする。そうだから知ってる。よかった。知ってる。ちなみに中国語で、はい、カービィって言うんらしい。カービィかな。ちょっと遅かもしれない。多分中国語でカービィっていう、カービィ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 、うん、多分、そうなんだ、うん、らしいですよ。今度使ってみ使う場所がないと思うけど、ごめんね。そうですね、はい、丸顔でもいいと思う。かわいい、本当に柔らかい、羨ましい。顔の形って変えられないじゃないですか。ん？顔の形って、あ、そう、マッサージしか、そう、だからしんどいですよね。わかるわかる、私もなんか細くして、でも京香ちゃんの丸顔は本当にいい丸顔です。大事にしてください。いきますね、ありがとうございます。いやはい、じゃあ次、これから挑戦したいことは料理。資格だね。野菜か。でも私は、まあ、さっき言ったんだけど、私は高校時代は料理の勉強してたから、野菜とかの勉強もまあ、ちょっとだけは勉強してたね。すごい。なんでそういう学校に行こうと思ったんですか？中学校の時、はい、先生におすすめされて、まあ、私はもともと中学生の時の部活は料理の部活に入ったので、高校生の時はもともと普通の高校に行こう、普通のなんか、普通の方に行きたかったけど、
中学生の先生がおすすめしてくれて、もうで入ったで入った、うん、そうなんだ。普通の高校に行こうと思ってたけど、中学校で料理の部活して、うん、して先生のおすすめ、うん、なるほどね。え、料理部の部長だったんですか？うん、料理、うん、料理の、え、その部活で部長してたんですか？うん、いや、普通だった部長だったそうそうそう、うん、あ、部長じゃなくて、え、京香ちゃんは高校時代の、高校じゃなくても、あの部活は、でも全然普通の人でした。普通の人、何の部活だった何の部活？向いてないんでしょうね、あんまり。へぇ、なんか部長とか向いてない、そう、普通の伸び伸びとやってましたえ、何の部活？私中学校の時がバドミントンで、ほほほほ、高校の時に和太鼓してました。あー、あのすごいね、あのビンゴでやった、 あれ、そうです、ビンゴ、え、そうだ、あれに、そうそう、隣だったね、あの時は。そうそうそう、あの、びっくりしたの、想像より、あの迫力、あの放送で見たけど、いえ、あの実際聞いた、あの迫力はテレビとは違う、本当にすごかったよ皆さん、本当にすごかった。ありがとうございます。でもそう、久しぶりだったから、そんな、なんかもう下手くそになってたんですけど。いや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 、あの大会でなんか賞を取ったよね。え、そうなんですよ。そうそうそう、結構現役の時は、あの、そう、強かったんです。強いよ、あの本当にひな壇で聞いて鳥肌がパッて、すごかったよ、本当に、本当にめちゃくちゃすごいで、もっとアピールした方が絶対いいよ。本当ですか？うん、披露できたらいいですよね。ね、いっぱい、ね、見たいですか？見たいよ、めっちゃ見たい。え、でも自分は持ってないよね持ってないよね、あの、でもバドミントン、うん、持ってない、バチだけ持ってます。あー、バチだけ、そう、バチだけ持ってます。太鼓高いんですよ、値段が。じゃあなんでバチを持ってるの？バチはその高校で部活入った時にみんな買うんですよ、一人一組っていうか買うんですよ。ああ、そういうことか。そうなんです。難しそう。何年間？何年間？高校は2年半ぐらいです。ほうほうほう、2年半ぐらいやって、すごい、あの時本当にびっくりしたよ、めちゃくちゃびっくりしたすごかった。音も響くじゃないですか。だから急にやってたらびっくりしますよね。でも本当に心に、ここ、え、なん、本当にめっちゃすごかった。やった。めっちゃいっぱいアピールした方が絶対いいよ。絶対いいよ。いっぱいアピールして。あ、おっと。どんどんアピールしていきますね。はい。どんどんアピールしてください。はい。じゃあ続きます。嫌いなあだ名がないね、いい子だ。あ、そう、嫌いな、そう、覚えてないだけなのかな、あんまりなんか、うん、そんな名前で呼ばないでみたいなのはなかったですね。いい子だはい、むっちゃ結構あった、うん、ね、じゃがいも以外にもあったんですか？うん、あった、結構あったでも全部名前いじり、めっちゃ名前をいじられた。漢字が似てるってこと？漢字とか苗字とか結構いじられてたの。でもなんか多分小学校5年生くらいになったら、はい、もう安定にマッチャになった。マッチャ、なんかどこに行ってもなんか新しいクラスに入ってもみんな私のことマッチャって呼んでる自然に。嫌なんですか？ん？マッチャ、マッチャ最初は嫌だった、可愛くないから最初は嫌。うーん、まあ苗字の一文字と名前の最初の一文字、なんか、まあ微妙に嫌だったんけど、慣れたら逆にマッチャと呼ばれたい。
今は今日本に来たら普通にみんなから街にて呼んでるけど、そう、それってどうですか、なんかフルネームで呼ばれるのってどうなんだろうって。あ、台湾で、それとも今、そう、今なんかどう思ってますか。でも慣れたんていうか、全然大丈夫、全然。そうなんですね。マチャリン、だってマチャリンはちょっと頭っぽいじゃない。そうなんですよ。日本だとアイドルってあだ名でこうなんとかって言うとかも、そうあのなんとかリンとか、そうだからちょっと嬉しい。そうなんですね。でもマチャリンってフルネームだけど、めちゃめちゃ可愛いですよね、マチャリン。でも台湾では普通、名字はちょっと珍しいだけど、名前はめっちゃよくある名前、めっちゃ普通だよ。よくあるお名前なんだ。チャリンは結構なんか、まあ、漢字は違うかもしれないけど、読み方めっちゃある、はい、日本だとちょっとはるかみたいな感じかな。なるほど。よくある名前。すごい、めちゃめちゃ勉強になりました。いや、勉強しなくても大丈夫だよ。はい、本当に普通の名前だけど、そう、日本に来たら日本語読みになったら、まあ、ちゃんリンがあるからちょっと若干アイドルっぽい。なんか日本に来たらキラキラネームになっちゃった。キラキラネームになっちゃった。そうね、キラキラしてないけど、だから全然みんなからまちゃリンって呼んでくれても、全然フルネームだけど全然大丈夫。そうなんだ。じゃこれからもじゃまちゃリン呼びでいきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ続きます。最近ハマってることと悲しいことは料理か。そうなんです、料理。でもなかなか、なんかメンバーと料理の話あんまりしないんじゃない？ですよね、あんまりしないですね。なんか本当に実家暮らしの子が多いし、実家暮らしじゃない人もなんか自炊してるメンバーなんかそんなに多くない気がする。なんとなくそんなイメージありますね。そうだからめっちゃ嬉しい。やった。本当にある。そう、結構その作ったやつをメールで、送ったりとかしてるんです。最近何作った？最近作ったのはなんか炊飯器になんか野菜とか切って入れて、なんか鶏肉も入れて、一緒に煮込みました。スープみたいなじゃない。でもスープとかよりは煮物系。おお、わかる。炊飯器を持ってる。すごい。それです。じゃ本気で本当に料理してるね。逆に私も簡単な料理しか作ってないけど、レストランとか行く？一人で。レストランはこの前一回だけ、あれ一回だけなんか行きました。あ、一回だけ？上京してから？そう、上京してから一回だけ？一回だけ一人で。なんか行くときは誰かと一緒に行くことが多いです。一人だとなかなかコンビニ、分かる、コンビニとかはあるんですけど、分かる分かる、ご飯屋さんに行くことは全然ないですね。めっちゃ分かりみー。分かりみ私も。わかりみ、めっちゃ私も本当に、料理してるな。でも一人っ子じゃないよね。あ、私姉がいます。そうだね、前もこの話したね。そうなんですよ。料理、でもすごい。全然。料理、今度本当に私の家に来て、一緒に料理しよう。ぜひぜひ。本当にしよう。本当に、そう、私本当にそう口約束ばっかりなんですよね。本当に実現しましょう。口約束ばっかり。いや、本当に実現しよう。本当にうち来て。行きます。あ、マチャリンもお姉様がいらっしゃるんですか？なんで突然敬語なの？お姉様いらっしゃるんですか？いるよ。なんで突然敬語なの？びっくり。お姉さん。そう、2歳上。2歳で、うん、キョカちゃんは何歳さ？
私6個上なんですよ、姉。じゃあ私のお姉ちゃんより年上ってこと？お姉さんは。そうですね。てかマチャリンの、うん、マチャリンのお姉ちゃん2個上ってことは私と同い年じゃないですか。6回目の6回目の、いや今は7回目の18歳、あの永遠の18歳って言ってるから。あ、お姉様は永遠の18歳ですか。らしいです。なるほどなるほど。マチャリン待ってすごいややこしい姉妹だな。マチャリンは永遠の17歳。今同い年だとあれ、どっちも17歳だとあれですもんね。同い年だけど、そうそうそう、お姉さんは永遠の18歳で、だからマチャリンは永遠の17歳で、今は6回目で、だからお姉ちゃんは7回目の18歳でございます。なるほど、ちょっと難しくなってきました。でも 6歳差、ちっちゃい頃は仲良くな、はい、仲良かった。ちっちゃい、でもそんなになんかめっちゃ喧嘩したみたいな気分、あ、でもちっちゃい時は結構してましたね、してたけど、うん、大人になった、大きくなってからだとなんか全然です。あ、わかる、これもわかりみ、ちっちゃい頃ちょっとね。そうなんです。でも6歳差はまあ可愛い年齢差だから大丈夫。本当ですか。2歳差は殴り合い、めっちゃ殴り合い、2歳差、2歳差は本当に仲悪かった。なんか年近いと結構あれですね、学校とかも、学校とかで一緒になったりする。あ、うん、じゃないですか。そう、私6個離れてたから小学校とかも入れ違いですか。ああの、被らなかったんですよ。ああ、だから全然同じ、そうだから大丈夫だったんですけど、2歳差だとあれですね。そう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 、同じ学校だった、たまに学校で会っちゃう。それなんかどんな気持ちになるんですか。嫌だった嫌だった、会いたくない。もう家でずっと会ってる人、本当に学校で会ったらなんか違う、あ、確かに会ったわ、あのち、なんか変な感じで、あ、変な感じ、そう、挨拶もちょっとしたくなかったけど、友達はえ、お姉ちゃんだよ、お姉ちゃん、お姉さんだよって、お姉さんの友達もえ、妹だよって言われるから、ほうほうって感じ。あ、お姉さんのお姉ちゃんの友達に挨拶する。あ、なるほど、お姉さんじゃなくてお姉さんの近くにいるお友達には挨拶して、そうお姉さん、めちゃくちゃ前の話だから今思い出した、確かにそんなことあった。懐かしい懐かしい懐かしい思い出。はい、じゃあ最後、マチャリのことと思う、あ、ありがとうね、本当に日本語ね、いお、お、教えてね、これからなんか面白い日本語があればぜひ教えて。最近の面白い日本語があって、 あるピエンちゃんっていう、ピエンちゃん、ピエンちゃんです。 ひらがな、ひらがなです。ピエンちゃん、ちょっと待ってね、ピエンちゃん、うん、ちゃん、そうです。意味は、ぜひぜひ、意味は何、意味はなんか悲しいみたいな。え、なんでビエンちゃんは悲しい、なんか泣いてる時の、ま、漫画とかなんですけど、漫画とかで、ね、泣いてる時にピエンとか書いてある、あったりする。そうなんです。え、これは結構最近からの言葉。そう、本当に最近ですよ。そう、本当に本当に本当に最近です。メモした。え、今度使う。今度使う。ありがとう。やった。だからあれです、最近キャベツが高くてピエンちゃん。おー、わかった。使うんで、あ、嬉しい。え、めっちゃ嬉しい。新しい言葉を覚えた。新しい日本語ゲット。覚えた。ありがとう。本当にこれからいっぱい使うね。いっぱい、ぜひぜひ。本当にお、教えてもらった言葉いつもいっぱい使うから、今度ね、なんかもし今度これからまた一緒にビンゴに出れるチャンスがあれば使うわ、ぜひぜひ。本当いっぱい使うわ。
公演もね、これから同じチームだから、MC とかでも、うん、今度いっぱい使おうね、はい、ありがとう、本当に本当にごめんね、メモした、今度いっぱい使おう。嬉しかったね、本当に電話もしてくれてありがとう、本当にごめん、結構突然になってるんだよ。イベント頑張ってください。頑張るわ、火曜日まで残り2日間、そう、あと今日も入れてあと2日、そう、頑張る、頑張る、ありがとうね、本当に、はい、ごめんね。あ、しかもこのイベント中はあの1日3時間配信しかできないから。そうなんですよね。そうだから、あの今回あの今日何回目、4回目の配信が、4回目の配信は終わらなければいけない時間になったの、ごめんね。でもめっちゃ楽しかった、電話、嬉しい。え、2人で電話するのは初めてかな、初めてだよね。でも初めてです。そう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 、そう、めっちゃありがとう、本当に。もう楽屋でいつもよく喋ってたけど、電話は初めてですね。新鮮な感じ。いやいやいや、ありがとう、ありがとう、本当にありがとう。ね、じゃあちょっとごめんね、ちょっとあの3時間しかたいないからちょっと、ちょっと、ごめんなさい、伸ばしちゃった。いやいやいや、逆に本当にごめんね、いっぱい話してくれてありがとう。ありがとうございました。またじゃあまたまた公演、今度はね、公演で会えるかな、公演で、ですね。え、来週の公演いる？21ですか。そうそうそう、いますよ。おー、じゃあ来週会おうね。あ、ちなみにあの絶対持っていくわ、旅帳。あ、旅帳、旅帳、あの楽しみにしてください。旅帳楽しみね、はい、ね、ごめんね、本当に。じゃあ、はい、ありがとう。ではでは、ではでは、また楽屋でいっぱい話しようね。はい。ありがとう、ごめんね、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ありがとう。ちょっと失礼します。失礼します。バイバイ。うぶ、来ちゃった。はい。ごめんなさい、ちょっと時間なので、じゃあ次の配信は25分にします。ちょっと今からランキング行かないとね。めっちゃいい子、本当にめっちゃ、でも本当にめっちゃ大好きだよ。本当に楽屋でずっと一緒にいるって感じ。前の春フェスの時も。楽屋でずっといましたね。でもめちゃくちゃ面白かったと、あの新しい言葉を勉強したね。エビちゃん、エビちゃんじゃない、 あのビエンちゃんこれからいっぱい使うわ。ごめんね、ちょっと時間なので、ちょっと本当にランキングいかないといかダメですね。はい、ちょっとすいません、ちょっと早口でランキングいきたいと思います。13位はビースさんです。12位は朝香さんです。11位はた、あ、変わった、もう一度いきます。13位はタコボーズさんです。12位はミッチです。11位は朝香さんです。10位はサンバチさんです。9位はおとふき心かなさん。合ってる？合ってる？読めない。音読み、訓読み、どっちだろう？ちょっと分かんないけど、合ってるかな？皆様。ことぶき？ことぶき？ことぶき、ことぶきが、ことぶき、しん、しんかなさん？心かなさんです。ありがとうございます。ちょっとすいません。8位は はやてさんです。7位は柏木まさきさんです。6位はよっちです。ありがとうございます。はい、続きます。5位はパッ、読めない、きょうまるです。ただちゃに共通点が、おー、そうですね、確かにさっきの質問を見て確かに共通点が多いんですね。でもね、めっちゃ本当に大好き。はい、じゃあ続きます。次は4位、4位はゴン
んちゃんです。ただちゃーでんただちゃーでんただちゃーでん楽しかった、ありがとうございます。ぜひまた今度時間があればまたただちゃーでんをやるのでぜひよろしくお願いします。じゃあ続きます。3位はちょいです。丸顔、そうですね、ま、丸顔仲間ですけどはい、またね、でも来週は一緒に公演に出るので楽しみにしてください。じゃあ続きます。次2位はささとりさんです。ありがとうございます、ささとりさん。じゃあ最後1位はのこぽぽさんです。ありがとうございます、丸顔コンビ次の公演はそうですね、旅帳は絶対忘れず、もう絶対持っていくわ。ちょっとこれは本当に気をつけるわ前回は忘れちゃったけどごめんなさい。はい、じゃあちょっと今ちょっと押したので、時間はね6分くらい押したので、次の配信はちょっと短くする、ちょっと申し訳ない。次の配信は19時21時50分からです。ぜひ見てくれたら嬉しいんです、よろしくお願いします。ではまた後でね、バイバイ、後でね。4回目の配信でした。今はちょっと難しい問題がありましたね、ちょっとややこしいけど、どうしよう、どうする、どうすればいいと思うことがありましたね。あのね明日のお仕事はね微妙に遅かった想像より遅かったので、微妙に遅かったの明日は。だからお昼配信し、なんかなんていうかな、あの夜配信はね、微妙、わからない、わからない。夜配信は多分30分しかできないの、今の状態を見たら。最悪最悪30分、でも30分は最悪だけど最後だから、ちょっと待って、1時間できるかも、走って帰ったら1時間できるかも。待って、明日、じゃあ明日は1時間、最後1時間、最後最後1時間頑張る、早くお仕事して早く帰って最後1時間配信する。じゃあその前の2時間はどうする。明日最後11時から11時から12時まで1時間配信する。じゃあその前の2時間はどうする。微妙だね、微妙微妙、皆さんは何時がいい、お昼かな、お昼の方がいい気がするけど、みんなさんは朝だったら何時、何時の方が見やすい。1時間残り2時間、2時間どうすればいい、めっちゃ悩んでる。この配信と配信の間、さっきのこの間めっちゃ悩んだ、どうすればいい、どうする。2時間どうする。
皆さんはお昼の方がいいかも。うーん、朝は5時、5時起きてくれるの？皆さん普段は 何時起き？5時だったら起きてくれるの？お昼はまだ家にいるお昼はまだ大丈夫。明日全然なんかお仕事あでもちょっと遠いけど、うーん、でも長くはないと思う。まあね、お昼はまだいるよ。午後もちょっといる。それともお昼と午後配信して1時間1時間配信して夜1時間、お昼1時間、午後1時間、夜1時間でどう？それとも朝1時間、お昼1時間、夜1時間。それでいいね。どっち？どっちの方がいい？悩んでる。朝、昼、夜？朝、夜、お昼がいい？ほうほうほう。朝、お昼、夜。朝だったら何時？何時がいいの？難しい。ちょっと平日だから、平日だから難しい。休みなんか土日だったらなんかね、一日休みの方が多いんですけど、でもお昼の方がとりあえずお昼1時間にしよう。12時から13時まで1時間取ろう。13時1時間、じゃあ残り、あーやばい、1時間。うん、で朝は、朝、じゃあアホ毛がいっぱい、どうしよう、取ろうかな。アホ毛がひどすぎて、あーもう難しい、難しいわ。皆さんはいつも何時起き？いつも何時くらい起きましたか？それとも4回配信する？朝1回、お昼1回、お昼午後1回、夜1回。7時、7時起きるか。あ、午後は厳しいか。ほうほうほう。7時とか、7時？午後、確かに午後ちょっと厳しい。6時、7時、8時、9時で投票、にしようかな。じゃあ6時、7時、8時、9時、もう一度6、7、8、9。
投票番号は1234、投票お願いします。皆さん見れる時間帯、みんなの見れる時間帯知りたいから。あーどうしよう、難しいわ、明日の難しいわ、どうしよう。1番は6時、2番は7時、3番は8時、4番は9時。皆さんは何時の方がいいですか、教えてください。じゃあ最後5秒、5、4、3、2、1、終了。えい、2番7時が7時、あ3番も、えみんな違い、あの3番も2番も2番も3番も。でも今思いついたんですけど、久々に7時12分配信するあの元々のあの公演、初めての公演はただいま恋愛中公演なんですけど、チムビー公演なんですけど、私は元々チムビーのメンバーでした。で私のユニット曲は7時12分の初恋という曲なので、久々に7時12分配信する、どう？どう思う？懐かしい。ちょっとこの間ちょっと前あゆと一緒にカラオケ配信した時歌ったね。7時12分の初恋はという曲、めっちゃ懐かしい。じゃあ7時12分、あじゃあ分かった、7時12分からの8時12分の1時間配信と12時からの13時、1時間配信と13時からの23時からの24時60分、3時間3回配信します。どうですか皆さん、オケマル？ちょっと待って、今スケジュールあのあ今モバメに送るとギリギリ間に合うと思う。ちょっと待ってね、え間に合う、え申し訳ない、ちょっと待ってね、秒で。写真はどうしよう、ちょっと似てる写真を送るんですけどごめんなさい。いつもねモバメはね、なんか写真を送らないといけないという自分からのルールがあるんですよ。だからモバメはねいつもね写真付きです。ぜひ見てください私のモバメ。じゃあ送ります、モバメを。うん、明日17日ですね。えい、送りました。明日は7時12分からの1時間、12時からの1時間、23時からの1時間です。バラバラ、めっちゃバラバラ、朝昼夜です。ぜひ見てください、よろしくお願いします。設定しよう、あのショールームの設定もしよう、今しないとなんか忘れちゃいそう。ああごめんね、明日は3回配信。
明日は17日で12分と12時と23時、はい、設定完了です。ありがとうございます。ふぅふぅ、よろしくお願いします。はい、まだまだ前の壁はね難しいと思うんですけど、頑張りましょうね。明日微妙だね。あ、朝お昼夜、あと2日間、そうですね、火曜日も普通、火曜日多分私が多分だけど休みだから普通の時間配信できるけど、皆さんちょっと申し訳ない。だってこのイベントはね、午後何時までなの？火曜日の何時まで？あ、8時が夜8時が、ほうほうほう、じゃあまだまだ夜見れるね。皆さんはいつも何時お仕事終わるの？見れるかな？ぜひ見れる時間ね、ぜひ見てください。よろしくお願いします。19時59分、そうだね、そうだね。7時とか、ほうほうほう、7時、じゃあ大丈夫だよね。明日は微妙にできないけど、午後からお仕事、しかも想像より遅いから、多分本当に家に帰ったらもう11時、微妙11時くらいかな。うん、だからちょっと申し訳ない。待ってくれたら嬉しいんです。よろしくお願いします。うん、明日、うん、そうですね、早く終わりたい頑張るわ頑張るわ。うん、今はないんですかね、やっぱ気になる。もうイベントもすぐ終わっちゃうから、ちょっと8になりましたね。目標は最後は3位以内です。頑張りましょう。本当に頑張りましょうね。ふう、でもね、さっきのただちゃ電話ね、ちょっと長くなっちゃったから、今のこの配信10分後終わらないといけないですね。うわー、でもただちゃ電話めちゃくちゃ楽しかった。本当に、本当にただちゃ電、ただちゃ電ですねでも最初の設定は姉妹グループのメンバーと一緒に電話するという設定なんですけど、そう、ね、もし姉妹グループだけじゃなくて AKB のメンバーとも配信じゃなくて電話したらね、ただちゃでんだから、最初のゲストはただちゃんにしてほしいなと思った京香ちゃんにしてほしいなと思った。で、電話出てくれてめっちゃ嬉しい。
かなかねメンバーと電話するチャンスが少ないんですよ。電話はあんまり LINE とかするけど、あのモチの方はね、でも電話はあんまりしないからちょっと微妙な感じ。楽屋にいても LINE をしても電話はあんまりしないですね。今の若者たちは、若者たちは電話より文字の方が好きかな。うん、そうだから、そうタダチャーデン以外ね、あんまり電話するチャンスがないんですよ。うん、だからしかもなんかちゃんとなんか質問があって喋っての喋るのもなんか普段とのおしゃべりは違う感じなので、いろいろもっと逆に私ももっとメンバーのことが知りました。なんか京香ちゃんは料理が好きとか、ねすごくない？めっちゃ料理の話したね。だって普段はね本当にメンバーと料理の話しないの。本当に自家暮らしのメンバーが多いし、子供メンバーも多いからあんまりないし、なんか料理とか福井の話もしましたね。見たことないのですごいなと思ったとか、なんだろう、そう新しい言葉も教えてもらったね。ビエンジャン。そうこれからいっぱい使うわ。そう本当に、うん、京香ちゃんに感謝する。時間大丈夫？え、私何分まで終わらなければいけないですか？さっきは何分くらい延長したの？もうそろそろかな。今11分。分かった。じゃあ今からランキング行かなければいけないです、言わなければいけないですね。うわ、はい、5分くらい。じゃあ今からランキング行きます。ごめんなさい。じゃあ今回のめっちゃ短い25分配信ごめんなさい。うーん本当に、はい、次の配信はね、今日の最後の配信はは11時半から配信です。まだまだですね。11時半配信ぜひ見てください。よろしくお願いします。じゃあ今からランキングいきたいと思います。はい、13位は激推しさんです。12位はアラマついて2位シーリーさんです。11位はテルさんです。10位はフライボーさんです。9位はヨッチです。8位はスズカさんです。7位はタコボーズさんです。6位は野口さんです。ハバンバン。はい、ありがとうございます。じゃあ続きます。次は5位マシさんです。ありがとうございます。後でハートの配信も見てください。よろしくお願いします。じゃ続きます。4位はタカさんです。今度台湾行くね。本当？本当？今度？ぜひ来てください、来てください。そして昨日お誕生日おめでとうございました。ありがとうございます。じゃあ続きます。3位はのこぼぼさんです。まだ7位に戻った。戻ったの？ありがとうございます、ありがとうございます。うわー、でも目標の3位はねまだまだちょっと遠いんですけど、頑張りましょう。ありがとうございます。じゃあ続きます。2位はシギタンです。このあと23時30分からの今日のラスト配信も見ます。ありがとうございます。ラスト配信も見てください。よろしくお願いします。そうですね、残り30分、今日は全部6回配信で30分ずつ、全部30、微妙に30分ずつ
ただチャデンがあったからちょっと微妙に、まあでも6回配信していよいよ最後の配信です。最後のね11時半のね、ぜひ見てください、よろしくお願いします。じゃあ最後1位はミミさんです。ありがとうございます。あ、1回目の17歳の方です。ありがとうございます、よろしくお願いします。また見に来てください、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとお時間なのでもう今終わらないと11時59分までできないからちょっと申し訳ないですけど、また今、また1時間15分くらい待ってください、よろしくお願いします。75分待ってください。はい、じゃあ後の配信は最後の配信になります。ぜひ後でね、また後でね、バイバイ。インスタまた後で多分投稿するから見てね、ありがとうございました、バイバイ。ただいまです、ただいまです。皆さん早く帰ってきてください。1時間ぶり、本日ラスト、そうですね、今日の最後の配信になります。早く来て、今日は6回配信ですね、最後の30分最後まで見てください、よろしくお願いします。ただいま、めっちゃお腹空いてる、もうお腹ペコペコペコ、34ペコ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 5ペコくらいかな、うわうわー、でもお腹ペコペコより今頭がちょっと混乱してる、いろんなことちょっと混乱してる、混乱、めっちゃ混乱、なんで、でもなんでより、じゃあこれからどうするって感じ。今言ってること知ってる人は知ってる、知ってる人は知ってる、これからどうするって感じじゃない。なんでよりこれからどうするの方が強いかな、私そっちの心配、うん、そうですねそうですね、物語的には、でもえと思わない、ええ、混乱、やばい、本当にやばいよ、これからどうする、思うけど W、 思うよ、そんなことと思わなかった。今言ってることは知ってる人は知ってる、絶対知ってる人は知ってるけど、うーわ怖いな、ね、後でゆっくりでお風呂入ってギャオでもう一度見たいと思いますうわうわ、そう、あと3ヶ月どうすると思うんですけど、でも楽しみ楽しみ、何回も見てるの、毎週何回も何回も見てなくても聞いてる、流れて流して
うん、何回も何回も聞いてるから本当にもう覚えたセリフとかも。そう、うん、いえ配信に集中します。ごめんなさい、今ちょっとまだ混乱状態なんですけど。でちょっと待ってくださいね。おー、ありがくまちゃん、ありがくまちゃん、ありがくまちゃん、ワンハオです、ありがとうございます。負けないで、また8月ありがとうございます。そうですね、イベント頑張ります。はい、まだ8月握手会ですね。今何位ですかね、今の順位は。今は7位に戻りました。7位に戻ったけど6位まではうわめっちゃあるんですね。頑張りましょう。明日も3時間配信します。よろしくお願いします。うん、そしてありがくまちゃん、くまたわ、そうですね、6位までは150万ポイントほー、めっちゃくちゃ高い壁ですね。頑張りましょう。今の倍ポイント、そうですね、ふう、明日、明後日までか、明後日は多分休みなのでゆっくりで配信できる、8時まではね。もうちょっとかな明日。でも明日は本当にごめんなさいね、なんかもうなんか夜配信は一番ゆっくりできると思うんですけど、明日夜は本当に、うん、1時間くらいしかできないから、家に帰ったら多分もう11時くらいなので、だからゆっくり夜配信はできないんですよ、ごめんなさい。またね、朝お昼夜全然違う時間帯なんですけど見てください。まだ困ったわ、ほんまにありがとうございます。シギタンです、ありがとうございます。ありがまちゃに頑張りましょう、ありがとうございます。そしてありがくまちゃん、ありがくまちゃん、ありがくまちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます。くまさんはありがとうございます。なんかすみません、うーん、ありがくまちゃんです。もうし、まあ、もうしまいいかい？何？マシャリのフェイスで頑張ってね、ありがとうございます。そうですね、明日はね、もともと午後だけと思ったの、明日のお仕事意外と遅いな遅いです。そうだから明日ね、夜は1時間しか配信できないので申し訳ないんですけど、想像よりも、想像より
もう遅かったんです。びっくりした本当に、うわ、うん。でも久々に朝配信、久々に朝7時12分配信です。そう、めっちゃ久々じゃない？7時12分配信。前チームBの時は何回もやったんですけど、チームFになったら逆にちょっと、うん、逆にじゃないけど、なんか少なくなったんじゃない？うん、7時12分配信。そう、ぜひ久々の7時12分配信ぜひ見てください。でお昼はなんか皆さんのお昼のご飯時間は12時からの方が多いかなと思って、休憩時間はね、だからお昼配信は12時からの1時間です。夜は11時からの1時間です。全部明日3回全部1時間配信です。1時間ずつぜひ見てください。よろしくお願いします。うん、うん、明日は寝起き配信か朝、うん、寝起き配信うん、休憩、休憩タイム、朝昼夜の間、クマタワー来た、ほんまに、ありがとうございます。どこだろう、ここ、どこ？マスク自然光？マス、うーん、まあマスクしないかな、1時間だから。1位の方、ちょっと待って、どこだろう、1位の方、今1位の方、ちょっと探したけど、どこだろうな、をちょっと分かんないけど、じゃあ1位の方をちょっと読みますね。1位の方はち、ん？チロマーティンさん？ちょっと待ってください。これは日本語読み？じゃないよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと探したんですけど、ちょっと出てこなかったんですけど、ありがとうございます。読めないね。ごめんなさい。英語はちょっと、クロマティズムさん、クロマティズムさん、ありがとうございます。あれがクマタワー、ありがとうございます。あれがクマ、あれがクマちゃん、ありがとうございますごめんなさい、探したんですけど、うん、出てこなかったんです、すいません。いや、難しい名前とか、逆にごめんなさい、私は読めなくてごめんなさい。
本当に英語はねどんどんなんか忘れてきたんです。はい、英語はでも学生の時もともとは得意じゃなかったんですよ。英語得意じゃなかったんけど、一応普通、まあまあまあ普通って感じだった。普通ですけど、今は本当に完全に忘れた。もう本当に無理、本当にもう完全に感じです。すいませんすいません。問題は数学？数学は得意じゃなかったんけど、一応高校時代の数学の先生はめちゃくちゃめちゃ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 くちゃ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 厳しくて、厳しかったので、クラスの全体の平均点数は他のクラスより10何点20点以上高いです。で、私の数学はね、クラスでは普通というかちょっと若干後ろの方なんですけど、全体的には上です。はいはいクラスではいまいちというかちょっと後ろの方なんですけど、全体的にはこれは仕方ない。あの先生がめちゃくちゃ厳しくて、厳しいっていうかなんかめちゃくちゃ難しい普通のテストに出てこないじゃなくてがないレベルの問題だよ。普通の普段はめちゃくちゃ難しい問題の練習してたから、本当のテストの時はいやいや簡単理科じゃないのに、高校時代理科じゃないのにめちゃくちゃ難しい問題質問ねいっぱいあったの。テストの時はめちゃくちゃ簡単に見えたのそうだから問題は数学じゃなかった数学は本当に得意な人じゃないけど、あの先生の教育だからちょっと一番の問題は、あのセンター試験はね一番低い点数を取ったのは国語でした英語も良くなかったけど、英語は一応国語より若干ちょっと覚えだった。そう、一番の問題は国語でしたまさかの英語より低かった。若干ですけど、ちょっとだけですけど、はい。でも他のは良かった。なんかあの数学は一番良かった。一問だけ間違って、でも点数は満点でした。良かったんです。でもあの年本当にめちゃくちゃ簡単だった。あれは本当にラッキー、本当にラッキー、本当に簡単だった。そうだからすごいことではないけど一応満点でした。でも本当に簡単、今までね一番簡単かもわかんないけど、そう。で他のはまあまあまあ、まあ悪くない点数を取りました。
でも国語と英語は本当に聞かないでほしい。うん、まさか国語は英語より低いって、なんか私大丈夫と思った。びっくりしたの。英語は絶対一番下だと思った。まあでも一応自分の第一志望に入りましたね。3ヶ月3ヶ月間大学生活、大学人生は3ヶ月間だっけ。そう、まさかの国語だった。本当におたまげだ。そう、大学さん、あの大学生活たったの3ヶ月くらいだけだよ。あの入学はね、台湾の入学は9月です。はい、9月入学して12月お披露目させていただきました。 AKB のお披露目させていただきました。そうだから3ヶ月だけですけど大学人生3ヶ月かっただけで、で12月お披露目して、まあ、1月まで学校に行ったんですけど、で日本に来ました。でもあの第一志望に入ってよかったなとめっちゃ思うんですよ。台北にあるし、学校はね台北だし、オーディションの場所にはレッスン場はね、レッスンの場所はね遠くはなかった。で選んでいただいてからちょっといろいろ忙しいから、あの時のまあ事務所というか、うん、もう事務所に結構いてたので、最初なんであの学校第一志望したのというと、あの近いから、台北あの近いから。でも点数は低くなかったの、結構難しかったので、まあ頑張りました頑張りました。高校4年前の話。場所問題、そうですよ、場所問題。でも本当に入ってよかったなと思います。そう、なんで、あ、数学の話が、そう、数学は得意じゃなかったけど、いい点数を取りました。でも今高校時代の数学を見ても多分全部わからないんです。中学生のはまだなんとかできると思う。でも高校生の数学はね、高校の数学はね、ほぼなんていうかな、普段本当に全く使わない数学じゃないですか。本当に使わないね。なんか忘れだとか笑わないでください。皆さん今数学、あの高校生の数学を見てできますか？できないんですよ。普通はサイコサインとか覚えてますか？もう忘れたんですよ。たまにね勉強してるメンバーを見て、あ、これ昔やりました、昔私もやりましたとか思って、あ、懐かしいな、あ、懐かしいけどなんじゃそれとか昔は毎日見てたものなのに、うん、わかんない、もうわからない。そう、
なんか覚えてるけど覚えてない気持ち分かりますか？覚えてるけど覚えてないとか、なんかまあたまにね、なんていうかカラオケとか、カラオケに行って、あ、この曲なんか分かる、歌いたいけど、なんか覚えてるけど覚えてないみたいな気持ち分かりますか？覚えてるけど覚えてないって、でも覚えてる、でも覚えてないそう、数学はねもう完全に忘れた、今使わないから。英語は忘れたけど後悔してる、あの時もうちょっと頑張ったらいいのにとか思ってるけど、今更もう一度勉強するんでの力がない。まずは日本語を頑張らないとね。まずは日本語頑張ります。55分、やば。じゃあ今からランキングいきたいと思います。ごめんなさい、ランキング読みます。じゃあ今からランキングいきますよ。13位から、13位はゆきさんです。12位はあさまです。11位はつおです。10位はすずかさんです。9位は激推しさんです。8位はよっちです。7位はマシンさんです。6位は10位です。ありがとうございます。はい、じゃあ続きます。5位はゴンちゃんです。ありがとうございます。ちょちょ押してください。このイベントもね、2人で入ってほしい。はい、じゃあ続きます。次はゆびんです。ありがとうございます。はい、じゃあまた次は、さっきのありがくまちゃん、ちろまちんさん、ごめんなさい、私なんか間違ってるよね教えてくれたら嬉しいんです。ありがとうございます。クロマティンズムさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ続きます。2位はワンハオです。ありがとうございます。そうですね、全然大丈夫です、大丈夫です。そうですね、頑張ってください。はい、頑張ってください。本当にありがとうございます。今まで私の配信を見てくださってありがとうございます。はい、じゃあ最後1位かな、最後は1位かな。はい、最後1位はシギタンです。今日は早く寝てくださいね。明日は朝と夜配信見ますありが1マチャリンいただきました。ありがとうございます。今日も見てくれてありがとうございます。ちょっとごめんなさいね、ちょっと最後ちょっとバタバタしてて、明日は久々の7時12分から配信です。7時12分から1時間配信と、お昼の12時から1時間配信と、夜の11時から1時間配信です。3回全部1時間配信でございます。ぜひ見てください、よろしくお願いします。最後ちょっとバタバタしてて、明日だから7時間12分後また会いましょうね7時間12分後私も早く寝ないと、明日お仕事があるからちゃんとね寝ないと。頑張るわ、お腹空いてるけど明日仕事頑張るために食べない、食べませんはい、ぜひ楽しみにしてくださいね。明日の配信ちょっと3時間1時間ずつちょっと長いんですけど、見てくださいね皆さん。はい、ではそろそろ終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。また7時間